はい、充電が切れましたスマホもで一応両面テープでひっつけて多少引っ張ったところではまあ取れないけどどうだろうねねさんがホリホリしちゃったりとかしたら剥がれちゃうかなこことこことここここここあとこことここでこことここは。 これ、ひっつける作業してるときに、そう、こんな感じでデカちゃんがやってくるから、ちょっとこの辺多分、デカちゃんの血、えっ、ー、と、血じゃない血がついてたら大変だよね。毛がついてる可能性があって。そうなると。そうなると、ああ、ああ、食べる気ないんかい そうなるとねちょっとうわーああやっちゃった君好奇心旺盛だねみんなそこまでじゃないんだけどなんかデカちゃんだけやたらすごくない宴さんの血があでものべれるのぼれるねああ実演してくださいましたね というわけでこれで登れるのが分かったのであとはこれをネネさんが剥がさないことを祈る感じだね好奇心旺盛すぎるんよ君お乳もらえてないんだぞその好奇心のせいでちょっと入んな戻すよでまあちょっと食べるような 動きを見せたから一旦これでよいしょはいまあそろそろ食べる訓練をしていただくということであで使った両面テープこれ一応強力タイプっていうやつを使ってるんだけどまあ剥がれるようなら 違うものを見つくろうか必要とかもあるからでまだそんなに足取りはしっかりしてきたけどジャンプ力はないのでこのローテーブルとかあと箱とかをその辺に立てかけて出られないようにああでもケージの下も 潜ってたからわその辺一体ちょっとなんとかかんとか出られないようにしておかないと迷子になっちゃうし飼い主が帰ってきたときに帰ってきたら結構家真っ暗とかもあるからそうなると踏んじゃうからさプチュってしたら怖いじゃんまだそんなに 動きが俊敏じゃないしだからちょっとそういうのは避けるためになんか隙間のあらゆるところ塞がなきゃいけないんじゃないの迷子になっちゃったらもしかしたらまたおじいちもらいそびれる可能性もあるからねなんかねねさんはそんなに。 全く好奇心がなないいわけけじゃないけどそんなに好奇心旺盛って感じることないんだけど宴さんの気ちかなっていう気はする宴さんは好奇心旺盛なので食べるのより遊ぶことの方が好きそうだから。 ちょっとめちゃネネさんが怒ってたからさちょっと育児放棄しないか心配だなーっていう気もするけどでもまあしつこいから切れただけで攻撃する意図は見えなかったような気がするからちょっとまだ見守り体制を続ける形になりますねなんかローテーブルこっちこっちにどんと置いた方がいいかも もうここ,こ一体を全部隙間埋めなきゃいけないよねサークルもくぐり抜けちゃうからな食べてるしねねママ君のこっちにあるじゃんかダメだこりゃ全部ねねママが食べてそう いや、君が食べるのはいいことなんだけどお子たちの分はちょっと今充電しながらなんだけどあでも一応残ってはいるねはいちょっと飼い主はおとなしく寝ましょう お昼多分もう一回見る。